こ早いな注意書きが恐ろしいほど早かった <laughs> すごかった今起動したばっかよはいということでようこそゲストの皆様こんにちは尾田健です今回も楽しいゲーム一緒にやっていこうぜよしはいえーっと空腹島2ということで ワンはどこだってお話なんですが、ワンは今公開されてないみたいですね。はい。で、1ヶ月ほど前に僕空腹堂っていうこちらの作者さんの同じようなゲームをやったんですが、結構怖かったですよね。追ってくるやつがキュイキュイ言うんで、それがちょっと恐ろしかったというか。はい。えーと、それの前作ですかね。空腹島2、今回やっていこうかなと思います。行きましょう。船で釣りをしていたら燃料が切れてしまい、漂流をすることになった。 数時間流されてある島にたどり着いたこの島に燃料があるのかわからないが探しに行くことに決めたはーいちゃんと残量を確認しとけ <laughs> ちょっと抜けてるんですかね主人公ははい釣り行って、えー、燃料が切れて漂流してここに来ちゃったとえーとこれは前みたいに空腹道みたいにあの、首の長い化け物が追いかけてくるんですかねどうなんでしょうかあなんだいつ え、今回新たな化け物なんですかねえ、ね,んね,んねん、ね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 、それ。え、ね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 、それ。シャボン玉みたいなの飛ばすのやめて。<laughs> これ、なんか、一発ミドルキックやったら倒せそうだよね。<laughs> パーンっつって。パーンっつってどっか飛んでいくよね。多分ちょっと、最初は探索していきましょうか。 ここのね、えーと、地形というか、雰囲気も見たいですし。はい。えーと、僕ですね、ホラーゲーム、効果クリズで絶叫してしまうことがあるんで、皆様。音量にお気をつけて。あ、来てくる怖いな、エカル。うおなんだこいつ今回はジャンプすんのかなんだ今。プロレスラーみたいなさ、ちょっと構えしてましたね、今。ふやーっつって。<laughs> ライトつけてなかった。待てよ。うわ、すごいジャンプすんな、この子。 そんでめっちゃ追いかけてくる。誰だあいつ。なんか空腹道と比べて、新たな子たちが追加されてるんですかね、これ。追加というか最小なのかな、これは。はい。お前に限ってはまだ人だよ。ふははははは。なんかこれ、光当てればいいのあいつどっか行ったな。消えたな、そして。どっか行っちゃったよ。そしてなんだお前は。<laughs> なんだそのつふははははは普通だった攻撃が。ふはは。 普通の人だわ。お前はまだあっちの道に行くのは早いよ。これ、いてえよ。お前、お前これでかましさろうか。ちょ、これ,これに挟まれろ、お前。×だ。ほら。いだいだい。あ、ダメなんだ、これ。こいつに。どこ行くの <laughs> ここのステージに出てくるバケモン、どこ行った全員。いねえじゃん。ああ。 な,なに、なにそれ。いいよ。<laughs> すごい静かに避けちゃった、俺。<laughs> 実況者であることを今5秒ぐらい忘れてた。はい。なんかさっきさ、あれだよね、操作法に F キーでドアって書いてあった気がするんで、多分、確かね。やったんだけど、開かなかったんだよね、あそこ。開けれるって書いてあったのにね。謎ですね。まあいいや。 じゃ、とりあえず、上とか調べちゃいましょう。ちょっとペットが後ろからついてきてますが、気にしないように、行こう。てか、ジャンプできないんだね、これ。スペースボタンで、いつもだったらジャンプしてるんで、ゲーム。なんか、一時停止ボタンなんですよね、これ。うん。あ、ここなんもない。右下のタンクを集めればいいってことね。はい。これは降りれない。ジャンプができないから降りれないのかな。あ,あ急に来るね。あ、でもあいつ、飛び降りたな。 あ、この子もライトなのね。わかりました。全員ライトだろうね。この調子だと。はいはい。えーと、こっち側になんか声聞こえるから。あ、ここも見よっか。このへっへっへっていうのが耳元ですぐささやかれてね。ASMR 感がね、ある。あったよ。あ <laughs> シャボン玉で遊ぶな、お前。あ、向こうから行けそうだね。てか、走るとかはないんだね、これ。 これは、スペースがちょっと癖づいちゃってるね。もうあ,あ,あ,あっち行ってあっち行ってあっち行って、頼む頼む。ああ怖い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 閉めて閉めて閉めて。開けられる <laughs> 開けられるんだ。うわぁ、これ、やばいぞ、この罠は。 痛い <laughs> なんだよお前は <laughs> お前に限って変質者だからなただの変質者だ回り込まれたかなんだ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 それ気持ち悪い気持ち悪い吐き気がしてきたじゃちょっと変質者2人がいるんで <laughs> 普通に物理攻撃をしてくるんですねここのワールドの人達は <laughs> ちょっとジョジョ立ちするのがいいですねこれ ハハハハハぶとうとしてぶたないっていううわっするわずるいよ遠くから飛んでくるのはよいしょライトのバッテリーとかもこう右上があれですよねで真上が僕の体力ということで来ないよなああ来そうだなああ来しまったよしすげえ曲がったなここでジャンプしてもらってあだめだな あー、音が怖いなー。安定的な怖さ。消えてくれた。痛い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 。ここは何もないーここは何もないけど、ライトが、あ、死んじまった。まあいい、最初なんでね。はい。マップの、マップというか、なんとなく作りは分かりました。よしじゃあちょっと本腰で行きましょう。お、長い、今回は。一回死んだら長いのか。起動して、これ起動すると分かると思うんですけど、一瞬なんですよ。 さっきの注意書き。びっくりした俺さっき。うん。やっぱり走るはないですね。さあ、ただ癖でね、シフトずっと押してるんですよ、さっきから。スペースとシフトは使わないということで、えー、と、進めていきたいと思います。ひたすら、こういうところを開けてって、あった。ラッキー。ポリタンクを手に入れた。 1一回開けたとこをこうやって開けっぱなししとけば分かりやすいからねあ救急箱はまだいらないんじゃないかこれ自動で閉まったりしないよね大丈夫そうよしじゃあこっち側行ってまだ化け物は出てないんでライトはむやみやたらとつけなくても良さそうかなああのライトとかって効かないのかね彼らはここから上がるかこっちの方が近そうだうん痛いっお前 そのそのつるっパゲ頭引っ叩いてやろうかやめろその物理攻撃腹立つからお前の攻撃が一番なんか腑に落ちない <laughs> この首長に攻撃されんならまだしもこいつに体力奪われんのやだなよいしょちょっと待ってよこれライト温存できねえなあでもすぐ結構早めに回復してくれるんだねよし真面に消してここもあるんでよいしょ ダブルでよしオッケー開けてあ痛いて出てててぞくってくるねこれ急に来られるとはほいっでえっ、ー、とンラのとこは諦めてくれたんでよいしょよいしょあっち行ったよしあっち行ったんならじゃあ僕もこっち行きましょうか離れよ離れよ向こうか行くかえーとこっから降りれたりはしないんだ うん、ここはないね。あ <noise> これ結構怖い。急に来られると困るな。あははははすげえ飛んでったうわー、ない、その緑のシャボン玉やめてくんないかな、ほんとに。よし、これいけるいけない。 そんな早くないな、やつらは。あ諦めてくれるんだ。こんなは入れない。これ、ライトで居場所を察知されるとかないかなよいしょ。ここはあ、ない。しばらくないなうーん、どうしようかしら。おっ、<laughs> 降ってきたね。じゃあ、こっちから行きましょうかな。よし、ケ、OK、ー 出てあミスったこれはミスこれはミスですねない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 あまずいまずいやばいフルコンボあ救急箱ちょっと待てよ一回こう落ち着いてあ後ろかおおあきらめたよしちょっと待てよすごい首あきちゃったこのジャンプが怖いですねおお い,いよい,いよい,いよ落ち着いてああこれへっ <laughs> 今不運にもやられてしまいましたがもう二度とやられません私は学習したよしあれですね <laughs> 扉とかすり抜けられないからちょっと逆側で開けないとダメだね同じ場所にあるのかなこれ<ー>ゾワッてする変質者が曲がり角で来たらゾワッとする 広何ここはい。じゃあこっち一回行こう。変質者はそんな速くないんで、結構ゆったりめに行っても大丈夫かな。やっぱね、あの、キュイキュイ言ってくる子は、ジャンプとかして、あと速度も速いんでね、気をつけないと。こっち側から。あれ。これ開けたいな。よいしょ。いい。ないな。 ここの島にいる化け物ちゃんは3体だけですね、たぶん。よいしょ。ない。ああった。こんなとこにあるんだ。へぇ。はいよ。わっ、あいつ登ろうとしてやがる。暗いよし。えーと、あと1個。あと1個、確か上にあったよね。 別なとこで撮った気がするんでうわすげえ <laughs> ぶっ飛んでたな <laughs> あいつここの地球上の重力無視してやがるここが気になるあしまちゃったあでもまずいぞいあちょっと待ってこれこれはまずいんじゃないか一回中に入れてこの子もいるからあバッテリー切れちゃったねまずいまずい 一回ここで落ち着こう。<laughs> どっか消えてくれたね。<ー>まあ、良い。向こう側からも行けんじゃないかあっちはんだろうあれか、階段だ。えーと、こっちも行けない。ああ、確認しちゃったね。やっぱ向こうなんだよな。あの、つるっぱげ諦めてくれましたうん、諦めてくれましたね。 あ、やべあ、来た、あったえあったわ。何これランダムか。おー。三体だけじゃなかった。はい、手に入れた。そしてどうするえ <laughs> どうやって逃げたんだ、今の状況から。教えてくれ。ふ <laughs> ふ どう考えても逃げられる要素なかったぞ、今。大ピンチだったよ。いろんな化け物と変質者に囲まれてたんで。どうやって逃げたんでしょうね、この主人公は。はい。あれは何だったのだろうか。あの島で一体何が起こっているのか。今更考えてもしょうがない。早く忘れよう。思い出してくれ、逃げた方法を。<laughs> 全力で思い出してほしいですね。もうあの島に行くことはないのだから。 なんかいい感じに締めくくったみたいな終わらせ方しましたが、なかなかの投げやり感ですよ、これ。<laughs> まあフリーゲームの良さでもありますね、こういうの、はい。結構好きです。空腹島1もやりたかったなぁ、はい。とても気になるとこですが。えっ、ー、とですね、えー、この動画、このゲームがちょっとでもいいと思ったら、いいねボタンを押してくれると嬉しいです。 私ですね、普段は、えー、海外の新作のホラーゲーム、バカゲーム、珍しいゲームいろいろやってるんで、ぜひチャンネル登録もお願いします。では、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。